シャスの中です。今回もやっていきましょう。こちらミッションダイブですね。こちらダイブというわけで、今回のミッション、落下中の補給物資にダメージを与える、ハイドロ重力化ホーリーヘッジスで、撃破する。補給物資が着地してから10秒以内に開ける。こちらのまずは3つやっていきたいと思います。それではいきましょう。さあまずは救援物資にダメージを与える。これでまあまあまあ750はいけるのではないかな。とりあえずこれで、あ、やばい、これ開けられちゃった。あー、ダメージはでも一応完了ですね。とりあえずダメージを完了。はい、開けます。 OK、 10秒以内に開ける。まずは1個目完了ですかね。はい、2つ目完了でございます。よしよし。はい、3つ目完了かな。あれ、あ、10秒以内に開ける。これ2つ目3つ目ですよね。 OKOK OK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  3つ目完了でございます。はい、まずは1人ホーリーヘッジスで倒す。オッケー、まずは2人目。いいですね、開幕。オッケー、3人目終わりかな。あれ、なんか違うチャレンジが終わったけど。オッケーオッケー、終わり。そして照準を使わずに倒すというチャレンジがついでに終わりましたね。はい、照準を使わずに撃破する2人目完了でございます。はい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 、オッケー。これで照準を使わずに敵を撃破する完了かな。はい、そしてレイジーレイクの、近く、F6 のこちらタイムアタックやっていきたいと思います。こういう感じか。なるほど、これはこうやってやるのかな。ボートでやるのかな。こういう風に普通に泳いでやるのかな。でもできそう。あ、よしよし、いいぞ。あぶね、さっきのなんか通過してないってなってたら悲しいからな、ああいうのな。半分、あともうちょい、あともうちょいだと思う、あともうちょいだと思う。音的に、音的にあともうちょい。 OK からのここ。 OK、OK ですね、完了。これはあれですね、レイジーレイクとハイドロ16の東へスイミングのタイムトライアルをクリアするの、1個目完了ですね。さあやってまいります。ミスティメドウィズの近く、 F の7、 そこにあるタイムアタックチャレンジ、もうまあ見えてますね、結果が。もうやることは分かってます。もう向こうに行くだけ。さあ間に合うかな。意外とこれどうだ。最後のダイブのところがどうなってるか分かんないけど、ここでよっ、 OK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 。 あ、いける。いや、まだあるんか。あ、地味になんかまだある。あー、危なかった。というわけで、タイムアタック2箇所目完了でございました。 OK です。なんかめちゃくちゃ殴られる。なんだ君は、なんだ君は。場所はね、こちらですね、ミスティメドビズのここの E の7 ですね、 E の7の方にあります。 F ではなく E の方にね、ありますよという感じで、今回の
チャレンジのタイムアタック完了。それでは次のチャレンジやっていきたいと思います。おいおい、オッケー。グライダー使用してから30秒以内ってこれ入ってんのかな。オッケーオッケー、グライダーを使用してから30秒以内に敵にダメージを与える、完了でございます。さーて本日の獲物が見えてきましたよ。さあ着地、そしてこれで収集、これで、はい、おお300、なるほど、これはなくすね、なかなかの量ですけれども、意外といけちゃうかなこれは。よしよし、一応木材結構集まったぞ。とりあえずとりあえず木材がね60秒以内に終わらせないと。これは結構時間あるからいけそうだけどね、これね。はい、245ですね。もう終わりじゃないのかなこれで、どうだろう。お、完了。1回の待ちでバトルバスから、着地後60秒以内に木材を集めるのチャレンジ完了でございます。それでは次のチャレンジいきましょう。お、30秒以内に次々と宝箱を開ける、1個完了です。よいしょ。そしてこっちの下に降りてきて、ここの宝箱を開ける。はい、30秒以内に2個の宝箱を次々と開ける、2個完了です。2箇所目かな。はい、30秒以内に次々と宝箱を開ける、2箇所目というか3箇所目最後ですね、完了でございます。さあハープンガンを使ってまずはアイテムを引き寄せます。ハープンガンを使って、そして魚ゲット。はい、敵を引き寄せた、完了です。めっちゃ有効的に接してくれてたけどごめんね。オッケー、30秒以内に2種類の武器でダメージを与える、完了でございます。はい、というわけで今回は最後のね、最後にこうやっていきたいと思います。フォートナイトの E ですね、見えますでしょうか。ここ場所は結構際どいね、これはね、これはね DE-7 かな、 DE-7 ですね。ダムのところの、街灯にあります。ダムの街灯にあって、みんなぴょんぴょこぴょんぴょこレース頑張ってますね。なんかコイルだね、なかなかね。まあそんな感じですけれども、とりあえずこちらの方を取っていきたいと思いますけれどね。いやー、でも今回のチャレンジどうでしたでしょうか。まあ意外とサクサクだったかなって感じがね、するかも思うんですけど、まあとりあえず E がこれですよというわけで取ってまいりました。 OK でございます。いやー、いいですね、こういうダムのところって。こうね、恐怖症の人はね、ちょっと高所恐怖症の人はちょっと怖いって思うかもしれないんだけれども、まあフォートナイトの世界はちょっと食らうぐらいでね済んじゃうんですけど、マイナスイオンもすごくありそうですね。最近ね、僕部屋の乾燥がすごくて、僕一応部屋にね防湿庫を持っていて、防湿庫って今部屋の湿度が何パーセントみたいなことをね表示できる機能があるんですけど、それでねもうなんか 20% 切りそうだったんで、加湿器をですね今使ってるんだけど、ちょっとね大きめの加湿器買っちゃって、なんだろう、この調節もあとできないね、加湿器なんですよ。電源ポチって押してもうそのまま加湿器が加湿しっぱなしみたいな感じでやったらね、部屋の中がね湿度 50% まではいかないけど、今 40% ぐらいまで上がってね、なんかとんでもなく、なんでしょうね、ここはスチームサウナかなって感じのね温度になっております。まあ温度は多分ねかなり体感温度上がるんだよね。
あの冬場というか、あのこのねサウナ入ったことある人ね、わかると思うんですけど、あのサウナの中で今ロウリュとかいうね、あの水蒸気を発生させて、それからタオルで仰いだりとか、うちわで仰いだりとかってしてもらうね、あのイベントあるじゃないですか。それの何でしょうね、まあそれを感じた人だったらわかるんですけど、湿度が上がるだけで体感温度ってかなり変わるんですよ。なので冬とかね、寒いなーって思って、こうね寒いし、でも乾燥しちゃうから暖房つけたくないって人は、ぜひともね加湿器をつけるとね、なかなか潤いが増すんですね。というわけでちょっと今回のチャレンジ見ていきましょう。はい、というわけで今回のダイブがこちらにて完了。というわけでね、アルタエゴが、おこれはあれですね、最後に出てくるのがこれバックなんだね。なるほどね、バックアクセサリーがラストに解禁されるという、そういう感じなんだね。バスターみたいなチャレンジだったら最後にスキンが解放されるんだけど、そういう感じでは今回なかったのかな。でも2の、いや0の1だから、これであれですかね、完了というわけでしょうかね。まあ最後の最後ね、チャレンジがまあ一つ残ってるけれども、その段階の手前でね出てきたこのレディラックっていう、こちらのね、なんでしょう、コスチュームのプラスアクセサリーですね、バックアクセサリーが最後という形でね、今回のチャレンジ役に立った後も高評価、チャンネル登録、そしてクリエイターサポートをよろしくお願いいたします。というわけで今回はこんな感じで終わりたいと思います。それでは次回もかかってこーい。包帯星見の好きやな。そう、なんなんそれ。多分いける。多分激オッケー、ナイス。よっしゃー。おっしゃ、取ったぞー。序盤の武器は何が必要かっていうとね、フォートナイトの場合はあのショットガンを見つけてください。オッケー。来たー。よっしゃー。